異界の強さを虫けらどもよ、喜べ、そして伏して崇めるのじゃ。光の汚れなきこの大空を私心たる私が治めてやろう。こっちはこっちで揉めてんだ。これ以上神様なんかお呼びじゃねえんだよ。おのが文言をわきまえぬクソ虫が、二度とその傲慢な口が聞けぬよう、その首我が疾風の一撃で引きちぎってくれるわ。始めようぞ虫けら、私の風で嵐で無限に散れ。
逃がせぬ。遅い。終わったのか？あれ、ノクトは？皆さん、ご無事でしたか？いや、ノクトがいない。まさか。でも、これは冒険者さん！びっくりした。消えたかと思ったよ。怪我はないか？いや、なんか夢見てた。夢？別になんともねえんだな。ああ、平気。よかった。私、てっきり向こうの世界に行ってしまったのではと。そのことなんだが、ヤジメイは向こうに帰れるのか？どうなんでしょうか。こちらに来た以上はそのうち帰れるとは思います。本当かそれ？はい、全然大丈夫です。むしろこの未知の大地に博物学者として胸の高鳴りが止まりません。私はしばらく残っていろいろ調べたいと思います。皆さんも何か気になるものがあったら教えてくださいね。そういえば、皆さんのお名前を聞いてませんでした。今聞くのかよ。そういや言ってなかったな。グラディオでいいぜ。はいはい、俺プロンプト、写真が趣味です。写真？ああ、写真っていうのは。おいおい、まだ紹介が終わってねえだろ。ごめんごめん、クワリメガナクリーンのジョリダースタイリッシュ。なんだその紹介。神ミグニさん、異界の固くに起こされし者、我が名は長きまどろみに帰る。なれば他の乱心の名をもらうとしよう。我が名はガルーダ、神々と共に暗き御世に恐怖を。
せっかくだしさ、みんなで写真撮らない？ああ、いいかもな。写真？うん、きっといい思い出になるよ。じゃあ撮るよ。地名にもプレゼント。わあ、ありがとう。これ拾ったんだけど、何かわかるか？おお、面白いもの持ってるじゃないですか。これを材料に特別な武器を作れると思います。皆さんの旅のお役にも立てるかもしれません。から